シ軍の勢い止まらず左翼が崩れました。なんと、あのサルメが。ゴズメを出して食い止めよう。はっ。ゲセヌ、いかにあやかしとはいえ、よほどの霊石を用いぬ限り、このような勢いは。トシミツ、信長様より奪った霊石、厳重に保管してやろうな。答えよ、トシミツ。霊石をどこへやった。秀吉勢はなぜこうも早い。人間技とは思えぬ。
に沼地を渡らせるな。ここが落ちれば本陣が。あやかしの軍勢など下道どもめ。
長。
光秀が霊石を？よほど追い詰められたか。
敵もあやかしを霊石に目がくらむはお互い様というわけか。
しになって殺し合うなど、まことに殿の指示なのか。Let's go!
かよ。いつもながら見事だな。さあ、光秀を倒しに行くぞ。あ？どうした？なんだよ、その顔。おい！汚い真似を！光秀様を頼む。おい、本当に行くのか？我らを口封じのため抹殺。それがお主らの筋書きであろう。すでに滅びを覚悟した身、今さらお主と争う気はない。信長様の命を奪ったのは重き大義を果たすため。世は調和の上に成り立つ。乱れては万物が滅びよう。奪った主君の命も、そして共に滅びゆく我が命も、所詮は調和のうちに収まるひとかけら。口を敷き闇に潜みし邪悪の目。あとはお主の意に任せよう。お主、藤吉郎とは異なる道を行くか？まずは逃げるが勝ちかもね。三河の家康殿を頼りましょう。何遠慮してんの？行くわよ、一緒に。